第13試合 D ブロック第1戦、白虎の方角から登場するのは、打ってよし、蹴ってよし、掴んでよし、シュートレスリングの雄、山本実だ。しゃあ、そう気負うな。なんてことはない。完成された格闘技を見せるだけのことだ。さあ、対する青龍の方が現れたのは、急遽出場が決まった異色のファイター、天内流格闘術、天内流。天内流格闘術だと？なんだそりゃ。天内選手はあの半間裕次郎氏の推薦で特別参加が認められた。まさに王がお墨付きの格闘家。果たしてどんな戦いを我々に見せてくれるのか。武器の使用以外全てを認めます。この長い手足を生かした攻撃、予測できるのは打撃技、捕まえるまでが勝負か。両者下がって お手柔らかに。なんだ、すかした野郎だな。なんとも行儀のいい男じゃの。何考えてやがる。あれが戦う前の男の顔か。本当に戦えるのか、こんな男が。さて、お手並み拝見じゃわい。三成よ。ん？天内優をよく見ておけ。裕次郎、格闘技ってものの本質を見ることができるぜ。はじめ！なんて跳躍法だ。浮いた。なんて対空時間だ。ジャンプも蹴りも超一流だ。だが、こちらに蹴り込む一瞬、あの足を捉えるまでだ。関節技に持ち込めばこっちのもの。さあ来い、このヤサ男。来た。消えた。山本、上だ。何？空中で蹴り続けてる。考えやがった、野郎。なんじゃと。山本もそろそろ気づき始めたろう。が、もう遅えよ。どうすればあの蹴りを防げるのか。手を出せ、山本。分かってる。だが、反撃ができない。バランスのいい山本選手が
相手はもう。あとはよろしく。